家作りが苦手な初心者必見、簡単に家を作る方法。まずは高めのキノコを見つけたら、はしごをかけて登ってハーフブロックとトラップドアを置く。そしたら窓をつけて、あとは中をいい感じに装飾したら簡単なキノコの家の完成。さらに高いキノコが見つからない人は、まず下を2マス掘って上にこんな感じでブロックを置く。あとはキノコを置いてコップで成長させる。外に出て茎を壊して、さらに窓とドアをつけると、もっと簡単なキノコの家の完成。みんなはマイクラを始めた時どんな家を作ってた？